ています。はっ、7月19日、本日誕生日の兄弟たちを刮目せよ。しゃあ、いいですね、夏ですね。バク、夏なのにケーキ出しっぱなしはどうなのっていう声はね、昔から聞いてますが、目をつぶってください。噛みます。はっ、お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い一年になることを心より願っております。おめでとう。いえい、難しい。どうくん、このままでよくて、ほっぱ、これ一軒家がそのまま、どうも、マグリでございます。皆さん、お元気でいらっしゃいましたでしょうか。先日は、夏だ、ビーチだ、ということで、夏だ、ビーチだということでね、ビーチ作り始めておりますが、今日は、また同じ現場で、またさらに成長させていきたいと思います。そのために、いろいろとね、アイテム持っていく感じですね。この本当にね、この現場の仕事してる気分ですよね。現場まで行く、作業をする、夜になるっていうか、まあ、一日が。さあ、今日の帽子でございます。夏らしいやつ、夏らしいゴーレムだ。あちいわ、顔が。じゃあ、早速やってまいりましょう。手持ちのアイテムご覧ください。糸たくさん用意。白の羊毛。あとなんか、使えそうな感じのやつをちょっと集めてみました、的なね。夏だ、ビーチだ。さあ、現場に向かうぜ。よいしょー。ずっと前にもお話ししておりましたけど、こうやって毎回こうやってね、マグタウンという家に帰ってきておりますけれども、神社、マグロ大明神を各町に作っていく、これも一つのお礼の宿題じゃねえのという話を以前したと思うんですけど、やっぱりね、そうやってやろうと思います。今度帰ってこなくてもいい時あるもんね。もう今回なんか全然帰ってこなくてよかった。まあ一応糸とか取りに帰ってこなきゃダメだったけれどもね。まあ帰ってこなくていい時もあるので、まあそういう時のためにですね、各所に神社、その各所の雰囲気に合った神社を作っていくっていうのもね、ついた！はい、サンバターン！疲れ様でーす。ちょっともうエルトラ取っとくわ、今日は。はい、夏なんでね、ちょっと頑張って営業してくれよって店員さんいたっけ、ここに。いないね、いないね。さあ、やってまいりました。漁港です。ここから入りまして。いけー。どう見ても仮面が熱そうだね。熱そうだ、見て。ほら。熱いよ。鉄だぜ、これ。熱いよ。おー、いい感じ。もうすでになんか出来上がってきてるような感じじゃないですか。素晴らしいね。よいしょ。よいしょ。さあ、現場です。はい。まだまだ出来たてほやほやの建物でございます。今日はこっちに屋根つけるのと、こちらを完成させるのと、他にもまだなんかいろいろやりたいことがあるので、やっていきたいと思います。まずは、糸をつけるところからやっていきましょう。糸お菓子。糸お菓子。はい。この4色、あ、5色。この5色でちょっとやっていきたいと思います。オレンジ。まあこんな感じで交互に並べていく感じです。でやっていきたいと思います。5色を交互にってことですよ。ちょっとせっかく白も持ってきてるから白も混ぜていきます。時間かかるぜ。2日目の夜というかですね、もうすでにこうすごく綺麗な感じで、できているのが皆様の目に映っているかとは思いますが、すごくいい感じです。じゃあご覧ください。超カラフルな屋根のあるビーチサイドくつろぎゾーンでございます。すごいですね、ビーチサイド。これ上から撮ったらサムネとして綺麗なんじゃないかなと思ったけど、まあ他にもまだ今日作るからね、どれをサムネで使うかは後で考えようね。すでに綺麗だよね、これほらカラフルみたいな。これ一応写真撮っとくか。よいしょ、おいで。ちょっとスライムブロック解除して、うわーいいね、思ってたより綺麗。あ、糸結構残ったね、よかったよかった。ではではでは、こちらフードの方作ってまいりましょうか。ここの中ね、向こうとの行き来も必要だから、スペースを用意しつつ、料理だから、あ、まずはここにも厨房なので、冷蔵庫は、
別にも置いとこう。厨房冷蔵庫多いですからね。これね、まな板として使えるやつね。トラップドアとか、ネザー水晶、なるべくこう白を基調とした綺麗なね作りを。ここにも棚がございます。目指しておりますよ、私どもはね。うん、で当然ここも冷蔵庫でですね、冷蔵庫の数はね本当にいっぱいないとダメなの、厨房ってのは。でこれ調理場なんだけど、ああ間違えた、はい、実はこれ冷蔵庫になってます。下も冷蔵庫になってて、かつこの上で調理ができます。冷蔵庫いっぱいあります。はい、私はねもともと厨房の人間ですから、こういうのよくわかるんです。わかった、これ製氷機は共同で使えるようにしとこう。両方から氷を取れるようにして、でこれもう一つ大きくします。うん、よし。で厨房ってことで、洗面台、手洗いって洗面が必要だよね。洗面用にいろいろと用意しておきましょう。今から作る洗面は共同で使うものです。失礼します。あ、いいね。で共同の洗面はここに作ろうと思ってました。うわ、足りんぞ。うん、このままでよくて、ほっぱ、これが洗面台ですね。でここに水道通ってます。はい、これ調理場用、ドリンク場用なんですけれども、大体が厨房で使ってると、そういう細かな設定も含めつつ、でこれ真ん中に置いて、でこのここでなんかいろいろと、はい、やりますので、あー間違えた、はい、こんな感じだよね。素晴らしい、できてきてる。水道は海から、ろ過した水を使ってます。海からろ過した水を使ってるので、ここはちゃんと鉄で、はい、こうしておきましょう。ここは一応水道取ってますよと。あとなんか足りないものは、うわーいい感じ、我ながらいい感じ。おやすみ、3日目の夜。鉄ブロックって厨房に入るんだね。今回はいいこと知れましたよ。洗面台だったらもうちょっと増やしとくかな。1個じゃちょっと調理場としては少ないかな。ここにちょっと手洗い置いとくか。じゃあホッパーとあれ持ってきまーす。あ、ピストンもあるな。なんかピストンも使えそう。なんとなく台みたいな感じでピストン両サイド置いとこう。これ厨房はなんかいろんな台がないとね、やっぱやりづらいんですよね。これドリンクの場所と違って、まあバーテン、こうバーですね、要するに簡単なバーとね、こう完全に厨房みたいな。厨房やっぱこういう台がねたくさんないといろいろとやりづらい。でこっちにもコーヒー台を置いとく。できました。まだだ。昨日の時から持ってきてあるものがございます。なんだこれ、白熊の帽子って何って思ってらっしゃったでしょ。はい、この夏に、ずっと常夏のこの三股の近くにある飲食店、そうです、白熊の帽子って名前出ちゃってるけれども、これがねシンボル、涼しさをね表現してます。シンボルでございます。よし、できたぞできたぞ。ちょっと今思いついたことがあるので、あ、置けるわ。よし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 。各席の隣に明かりです。夜でも明るいようにしっかり松明をセット。いてびっくりした。でここを、街灯みたいなのを立てていこうかな。あ、そうだそうだ、もう一個ごめんなさいね、あっち行ったりこっち行ったりですけど、この厨房の方にちょっとくつろぐ場所がそういえばなかったなってことで、と普通まあ厨房の人たちは座らないんだけどね、もう仕事大好きだから。じゃあここに椅子を置いて、おいで、ちょっとしたまあ憩いのためにこう本棚をですね、あ、ここはもう隠れちゃってかダメか、本棚をですねちょっとこっちにも置いといてあげようかなと思うんだけど、置く場所はないね、こっち、あ、ここでいいわ。うん、そんなにあってもしょうがないからね、仕事の邪魔ですね。よし、あ、これいいじゃない。お、ちょっとこの辺に今みたいなのを湧き潰し兼ねて何個か、そしておやすみ、4日目の夜。で端っこにはこういう風な街灯を立てるのですが、
このサトウキビも自然のままの方がなんかおしゃれだね。はい、じゃあここにも建てよう。ここもこっち側もリゾート地として開拓していけると思うんですよ。この、リゾート泊まれる場所ね。でこれがなんていうんですかね、観光地、名観光所、ここがいろんな人が集まってくつろぐ場所があって、まあ音楽ブースとか置いて、ここでねダンスパーティーとかね、そういうのが開かれるような雰囲気の場所で、向こう側で、いろんな人が泊まると。もちろん日帰りで来ることもできるけど、泊まりつつリゾートを堪能することもできる、まあそんな場所だね。夏は絶対来たくなるよね。夏は絶対来たくなるような場所を目指してますみたいな、お願いしまーすでここは、はい、あえてシーランタンを置いてあげる。で最後ここに OK、 はい、街灯が各地に立ちました。おいで、この街灯に囲まれたここのスペースをきっちりあれしますね。あれです、皆さん、で一応ねこの半島みたいなとこぐるり囲ってあるんですね。だからこんな感じ、はい、これでね外部からの侵入も防ぐという、一石二鳥、素晴らしいですよね。素晴らしい。真ん中にこういう感じであしらってあげればそれなりだよ。ちょっとある種閉鎖感出ちゃいますけど、そこしょうがないよね。ゾンビとか来ちゃうとせっかくのリゾートが台無しになってしまいますので、そこはねしっかりとガードしてあげるというところでございます。よし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 、ここでしっかりつないどくね。でここは、はい、こうつないどく。もちろん飾りも装飾もしっかりとしていきます。あとこっちだね。でここから向こうがリゾート地になっていくんでね、これは今後開拓していくってことでよろしくお願いします。よっしゃー、できてきた。あとこう床を、床っていうかこの辺りを全体的に湧き潰しして今日は終わろうかな。よっしゃー、できましたー。おそらくこれで、うん、この範囲内は湧き潰しされましたし、うん、OK なんじゃないかと思います。あと作るとしたら DJ ブースぐらいですかね。あそこでドリンク、フード食べてここで楽しむ。であそこの山を削ってサンマタウンを遠くから眺めることのできる場所、いいね。ゆくゆくはあっちにホテル、ホテル、リゾートホテルかな。でっけえのじゃないけど、なんかこう一軒家がそのまま借りられるみたいな、一泊二日いくらとかで、ちょっとデカめの、うん、のが借りられるみたいなのが5つ6つぐらい あってみたいな。でなんていうんですかね、ちょっとこうリーズナブルに泊まれるようなホテルがでかいのがドカンとリゾートホテルとしてあってみたいな感じのをちょっと想像してます。でも相当やばいことになりそうですねはい、というわけで今日は一応ねそこ完成いたしましたので、ちょっと上空から撮影してみようかと思います。今日マジで久しぶりにエルトラ飛んだよ。わあすげえ、超綺麗。自分で言うのもなんだけどっていう。はい、いい写真が撮れました。というわけで、ビーチの入り口のエントランス的な楽しむところ、完成。夏だ、ビーチだ。あ、ようやく片付いたと思ったら夜だったよっしゃー、帰ってまいりました。それでは動画を締めてまいりましょう。おむみでーす。運び方間違えてるって聞いたらですね、みんながうんだってやっぱりか、なんでだろう。あの時は俺はあれが最短だと思ったんだけど、結局まあ妥協して途中でね、途中の海底神殿にして、ハマグリをたくさん
たくさんの距離連れてくるという結果になりましたね。やっぱ皆さん言う、おっしゃる通りだった。マゾニーだな。そうです、マゾニーです。氷渡りつけて後ろについてこさせたらええやないか。おそらくこれが答えだ。マグニスさん、透明化使うなら防具外さないとっていうことで、ウィザ太郎を運ぶときに透明化してやったんだけど、なんか殴られちゃったみたいなことがあったんだけどね。結局まあ装備してたからあれ殴られちゃったんじゃないみたいなご指摘です。では画像紹介。フォンネタね。うまく作ったな。唇ピンクマルチってことで全員が唇ピンク勢になってる。フォンネタ。こちらも全員集合。脱目せよっていう名前ついちゃってる村人がいます。皆さん画像ありがとう。では明日の内容も含めました。ご祈願に移りたいと思います。2日にわたりね、この週の中日を使いましてですね、ビーチ作ってまいりました。結構いい感じの完成度で個人的には、満足しております。まだまだ大きくしていくんでね、ああいうのを作るのが好きなんだよね。でっかい建物ってなるとちょっと頭パンクしちゃうからね、リゾートホテルとか行って本当に大丈夫かマグニー、ちょっと誰かのねやつ参考にして作ったりとかでもいいかもしんない。そして明日なんですが、はい、ちょっとまた趣を変えまして、ちょっとまあ冒険がてら金集めに行こうかと思います。リクエストいただいててね、ぜひ行ってくれみたいなリクエストいただいてるんで、行きたいと思っております。メサにある廃校です。はい、つまり、ああ、また閉まってるわ。つまりですね、ゴールドラッシュでございますよ。バージョン 1.9 から追加された、確か、あれで、メサの廃校は、金がいっぱい取れるんだと。で、目星メサはもう見つけてあるので、はい、そちらに行ってやりたいと思っております。それでは、マグクラ兄弟、そして私を応援してくださる皆様の幸せ、そして明日の企画の成功を祈願いたしまして、はい、アンマグロでーす。ちょっ、おしゃれなビーチができました。いやー、お疲れ様でございました。いいですね、夏らしい企画がようやくできたって感じじゃないですか。あれはあのまま夏の間にいろいろと進めていかないといけないんだけど、まずは800回に向けて金リンゴたくさん欲しいしっていうことで、ちょっとゴールドラッシュ行こうかなと考えているわけでございます。はい、ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた明日の動画でお会いいたしましょう。よいしょ。あらりか。パーフェクトな V 字。パーフェクトな Y 字。ほな。